発した天下の乱れは群雄割拠の時代を呼んだ。水徳上がりの猛将韓寧は東華大衆高祖に仕えていたが、孫権が高祖を攻めたのを機に孫吾の将となった。それから間もなく曹操が孫吾を攻めるべく南下してきた。孫吾の戦はわからないが、己にできるのは戦場を切り進むことのみ。曹操の大船団を正面に見据え、韓寧の闘志は熱く燃え上がった。こら、奴らの船に突っ込む。後ろの守りはあんたらに任せたぜ。おい、あんた寝言にしちゃ大きすぎないか。入ったばかりの奴が勝手に持ち場決めるなっつうの。心配すんなって。ぶっ込みの喧嘩じゃ負けたことねえからよ。いや、心配とかそういうんじゃなくて、もういいだろう。韓寧、君の力を我ら孫吾に見せてくれ。お前の兵は川沿いに待機させてある。うまく使ってやれ。おう、任せとけって。敵を退けよ。
めたぜ。なかなかの活躍です。私もあなたの働きに応えましょう。これでは兵が持たんな。ひとまず拠点に行くぞ。わしが相手だ。その首にもらえる。調子に乗り寄って食らえ。
って暴れてちゃ。兄貴、兄貴の怪我最高っさ。これからもガンガン暴れましょうや。俺らも根性を入れてついていきます。へっ、どうよ、おめえら全員俺についてこい。確かに奴の勝手な行動は許されるものではない。だが見よ両党、あの兵たちの熱さと活気、孫作殿を失って以来久しく孫悟が忘れていたものだ。もう少し見守ってみんか。